明日のお昼から、まだ明日、今日で仕事納め。まだ仕事の人もおる。あ、でも今日からの人も多いな。あとちょっと、人によっちゃ年末なんて関係ねえって人もいるけだろうけど。さあ、ちかは明日は公演です。公演納めは、そっか、公演納めかな、劇場チームS公演納めかな。ねえ、そうね、お休みってあんま今年はお正月休みないな。明日の意気込みは、まあしっかりチームSの最後の公演を収めるそのまま最後の2022年のありがとうって気持ちと愛をいっぱい込めてきます。あ、そう、生誕祭の DMM の配信が今日までみたいなので見てください。最初のエンジンのセリフも最後っぽくするのかな。いや、シーヒンかな。あれは通常通りというか、あまり変え、あまりというか基本は変えへんかな。あのさあ、掛け声が一番緊張するかも、なんだかんだ。早いよ、もう終わっちゃうよ年末。そう、31日はね、その場所にはおらんけど、モニターっていうの、それでなんていうんだっけ、あれ、配信、配信じゃないな、で参加ですね。今日はね、仮眠取ったよ。仮眠取ったというか、お家に帰ってきて2時間かなぐらい爆睡してたから、寝てました、寝てましたって顔してんねんけど、今お分かりいただけるでしょうか。でもあんま分からんから、起きて結構だったからね、鼻声それお、あのね、鼻声じゃ、寝起きの声じゃないこれ。そう、最近ドラマ見て、昨日も5時4時ぐらいまで見ちゃって、でも次の日に支障がない程度で見てるから、次の日が公演とかなら絶対そんなことしへんから。最近一気にドラマ見たな。あ、一気じゃないかも。アリス、今和のアリスと、エミリーパリエ行くがあと1話と、あとウォーキングデッドも見なきゃ。で、あと韓国ドラマもおすすめされたのを見たくて、もうね、追いつかん。いや、起き、4時5時まで寝てるときは、起きるの9時とかかな。せやねん、最近午前中メール送れてなくてすみません。私といえば午前中にメールを送るっていう健康メールなのに。心配されてる。お正月はアバター2を見に行く。朝メールが来へんとどうしたってなるようになってしまったよって。
日は早起きなので、明日は公演なので、何しよう髪型、年末ラスト下ろしそうな気がするな。ストレートにしようかな。何がいいと思う？なんか今日ちょっとお試しで巻いてみてんけど、ストレートの方が良さそうじゃない？明日はちょっとポップメンタルじゃないかな。前髪流してほしいなって。前髪も切っちゃったんだよな。ちょっと締めはストレートがいいと思われるだって。こっちにした。ちかね、左の顔が好きやね。みんな覚えててだから写真写メ会の時とか左の顔こっちの方が好き。こっちよりこっちの方が好きだから、ちょっとその辺みんな覚えててください。使われることはないだろうけど。ちょっともう右は鍛えられん。ひあ、21日初めてチームエスコア見ましたって嬉しい。明日ラスト公演行ってきます。じゃあ髪型含めみんな楽しみにしててね。では本日のインスタグラムを投稿したいと思います。今日は水曜日ということで映画飯投稿行きます。ちゃんと準備できてます。ちょっとおまま年末なんか去年みたいにツイッターでなんか個人的1年の映画を求めたくて、ちょっとなんか前髪流しちゃった。初にしたくなってきた今。やっぱ人間ないものねのになんですね本当に。もうでは行きます。今日もうね、今年2022年ラストの映画飯投稿はこちらです。多分見た人多いかも。てか見たことある人多いと思う。でーん、チャーリーとチョコレート工場です。見たことある人多いよな。なんか12月っぽいなっていう理由で、まあ2月っぽいっちゃ2月っぽいけど、バレンタイン。の映画です。ぜひぜひ後で後ほどコメントお待ちしています。今思えば2005年公開映画で、あ、ね、ちょっと待って売ってないチョコおすすめしてるあのでもこれはあのチョコレートがおすすめ映画見してんねんけど、その当時のね映画公開された時はその映画で出てきたチョコレートが販売されてて、2018年に製造なくなったらしいねんけど食べれんかってんな。違う、昔バレンタインで弟がもらってて、今思えば一口もらっとけばよかった。まあこのままなんですが、チャーリーとチョコレート工場はチョコレート好きにはもうたまらん映画やと思う。あのチョコレートのさ滝とか、やば、2005年はアミが生まれた時やの。でもいつ初めて見たかな、小学生の時に DVD でお家で見たの
かな。映画館では見てないかも。でもこれちょっとあらすじ説明するのが激難しくて、なんて言えばいいのかな、この なんか、まあ、言ったらチョコレート工場に5人の子供たちが招待されてっていうのもなかなかラッキー、運を持ってる子供たちで、全国の子供たちになんかこのチャーリーのチョコレートウォンカのチョコを発売して、でその中に黄色のチケットが入ってたらこのチョコレート工場の工場見学をさせてあげますっていう、全国で選ばれし、全国というか全世界で選ばれし5人の子供たち with 両親かな、あの大人1人保護者だと一緒になんか工場見学するお話やねんけど、ただの工場見学だけじゃなくて、なんかウォンカ、この、まあ、ジョニー・デップが演じてるウォンカ、ウィリー・ウォンカって人がなかなか闇抱えてるよね、今思えば。闇抱えてて、その人のなんか成長も感じられるというか、もう誰目線みたいなコメントやねんけど、まあ確かにちょっと怖いっていう人多いかも。でも違う、そんな思わんかったかな。ただただ美味しそうだし、なんか人間の欲がめっちゃ見えるちびっ子たちのでも憧れるよね、あのなんかお金だけが全てでもないなともすごい思った。っていうで、その中で出てくるウォンカのめちゃめちゃくださいっていうシーンが大好きで、食べたかったなこのウォンカのチョコ、めっちゃ激甘って聞くけど、そう最後はほっこり終わるし、あとねなんか続編がまた出るらしくて、なんか撮影終わったって見たけど、ワクワク続編。っていうポップな映画です。これは冬に見たくなる。あと12月、1月2月かな。毎年見たくなるかな。すごい、12月ちゃんと毎週水曜日に投稿できました。なんかもうちょっと数がいけたらなんかタグ付けで、なんて言うんだろう、ジャンル付けでまとめたくて、なんかミュージカル風の映画とか食べ物系の映画とかにしてちょっとバランスを取りたいなと思いながら。かわいい、ハッシュタグちかちゃんの映画紹介でみんなちょっとタップしてみたらめちゃくちゃ可愛い、ポップですね。あ、音が流れてしまった。最近1枚作るのにね早い、あ、花火や、たまや、最近1枚作るのに早くなって10分もかからんけど、なんか文章の方が悩むかも。あらすじを簡潔に書くのとかさ、そっちの方が時間かかって大変かも。でも楽しい。みんなのインスタの投稿、インスタじゃない、ツイッターの投稿とかも見てけど、アクリルスタンド、サンタさんのクスタが届いてたみたいで、親友からも届いたよって来て、なんと珍しく自分であの両親にあげようと思って、初めてではないか、実は自分も欲しかったのもあってんけど、しかもクリスマスが大好きすぎて見てほしい。ふっ、赤い、ダイナミックに開けます。私は
うおーってなんじゃん。なんかみんなとみんながいつも質問してくれてるやんか、自分もやってみようと思って注文してみた。走れトリオ漏れ、あ、なんかでーん、自分で自分を買うやつなんかさ、こんなさギリギリさクリスマスにさ届かんことあるっていう、ちょっと地下のポロッと漏らすことやねんけど、見て買った、イエイ。これからこれでハッシュタグチカとナオみたいな投稿してください、連れ出してね。ギリギリクリスマスに届かるのはちょっと個人的にうんって感じやねんけど、しょうがないか。あ、クリスマスグッズがクリスマスに届かへんのはいつものことってみんなもう優しい。ぜひこの子を連れてお出かけしてね。あとあと、あの1月3日のサンリオのライブの時も、あれはランダムっぽいねんけど、ぜひチカをゲットしてください。なんかちょっと目の、これはサンタ仕様でツインにした。あとこれ撮影6月6月です。連れ出してください。どこに飾るの、しかもさすがに自分のお家には飾らん。これを実家に持って帰って置いといてってあげようかな、ばあちゃんに。自分から見て写りはまあいい方なんですけど、もっともっと行きたいですね。もっと可愛く写れるようにコンディション合わせていきます。そうね、この時髪色明るかった時かも。ではそろそろ終わろうかしら。映画飯投稿プラス買ったよっていう報告でした。明日は S 公園行ってきます。あ、年明けの公園行くねって。1月4日です。一発目じゃない、久しぶりな気がする。一発目の公園、年女になっちゃうよ。では明日に備えます。いいよ、おやすみみんな。明日の公演終わりに配信がもしできそうだったら、間に合いそうだったらしまする。行ってきます、明日の公演。バイバーイ、おやすみみんな、良い夜を過ごしてね。バイバイ。